今夜市、式神社です。今日はですね、原神の参加型やっていきたいと思います。いつも、あ、わかったわかったわかった。一週間ぶりですかね。まあまあ、なんでね、ちょっと社くん、できひんかったかなっていうのもね、理由も兼ねていろいろね、お話ししていきたいと思います。配信のやり方忘れてる？柴犬さん。わしの切り抜き2個もあって嬉しかったで。この調子でもっとロリを広めてくれ。なんで喜んでんの？ヤシロさんやリスナー様。おい、待て。ふざけんな、お前。なんでヤシロくんはヤシロさんで。なんでリスナーさんがリスナー様なの？え？格上？誰が映すかしなしやろ、お前。映っとるわ、お前。ランジュさん、200円、スーパーチャット、ありがとうございます。1万再生、おめでとうございます。ありがとうございます。それはちょっと後で触れようかと思いますね。初コメなので、何を言えばいいかわからないのですが、お祝いだけ失礼します。ポコチン、お前、ふざけてるやろ、おい。そやで、読まれるからコメントしたくなるやろ。へえへえ、ヤシロくんの術中に、はい、きっとな、声、きっと。大丈夫かな？アレオンさん320円ありがとうございます。やっと、ライブ来れて嬉しいです。ありがとうございます。今宵もヤシがいじめられるところをちょっと静かにしてください。ということでね。ちょ、なに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 、はい。というわけでやっていきましょう。あ、そう、1万再生ね、超えましたみたいなコメントさっきあったんですけど、マジで嬉しくて、初めてさ、動画で1万再生いったわけなんですよね。なんかめっちゃ昔のことを思い出したんですよね、もう。VTuber になるときに、わー、なんか1万再生とかいったらかっけーな、みたいな、思ってたわけなんですけど、まあ、それが、マジで2年と4ヶ月か。で、ついに叶って、ね、本当にありがたい限りです。本当に皆さんありがとうございます。これもね、皆さんが日々見ていただいてるおかげなんで、これからもよろしくお願いいたします。あー、硬っ。ヒルチャールもお話も硬いってな。カチカチやで。人の芸人のネタばっかパクるやつどうかと思いますけど、なにこれ。新緑の谷やから玉飛ばす。最近ちょっとなんかギャグが終わってるよな。なんかこれあれか。ファルザン先輩にして、弓打つ感じね。ファルザン先輩でいい思い出ないねんな。ファルザン先輩にシャットダウン、強風のコアとか出てくんねんか。これまずそうやってん。いや、強風のコアとタイマーさせられたからな。あ、邪魔！ちょっと待って。ちょっとこんな中でも狙いを定めるヤシロくんは天才ということで。おー、素晴らしい。まだ出てくんの？あ、マジで？あ、そう。ほな、1、2の、ちょ、なんでちょっと射線に入ってくんのみんな。あの、ちょっとキーとか使おうや。ちょっと、わしゃ先輩。前出させてちょっと。おー、めっちゃ斜線やけど。なんか始まっちゃったね。何？鉄豆さん。なんかいつもなんか一回は始まんな。困っていたやつが助け立ちする豆。うん、噛んでるよ。あ、でも、おなごはやっぱ助けないとダメっすよね。やっぱりおなごは助けないと。やめとけ、やめとけ。ほら、さっきあんたらも見ただろ。あのフォンテーヌの土畜生どもが、頭を取り込んでいる先に、こっそりあたしらの尻毛を抜いて、勝ち込みをかけてきやがったんだよ。大丈夫？なんか口悪すぎてビビるんやけど。うわぁ、尻の毛を抜くって、いや、幅今そこじゃないのに。うん。はい、ありがとうございました。せーの、行くよ。大丈夫。完全に一人存在を消しちゃったけど、あー、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。せーの、んー、やっぱり、なんか協力って知ってる？写真撮りますねって夜食コメントしたはずやね。きた！はい、ありがとうございました。ポコリーヌさん、モミジさん、ラミーおしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか終わる？よろしくお願いします。お風呂入ろうと思ったのに、入れてしまった。なんでちょっとがっかりしてんの？明日、テストじゃないけど、応援して、なんでこのコメント拾ったんやろな。探索率そろそろ90くらいいった？いや、いってるわけないやん、そんな。45!45!4! 誠にピチピチチャパチャパでした。ちょ、意味がわからへんね。日本語で頼むわ、マジ。はい、ありがとうございました。ヌッシー、アット、ジョイマンさん、312円、スーパーチャット、ありがとうございます。これは、スパチャ、ヤッシーは、スパムちゃん、語呂を合わせてきて！これもう何でもいけると思ってる？ソラートさん、1600円、スーパーチャット、ありがとうございます。スパムされるようなことは、控えてください。特に、下ネタ。スーパーチャットで注意喚起来るの？ごめんなさいね、ソラトさん。そんなことを言わせて。すいませんね。もうなんか、おっぱいとか言わないんで。はい、大丈夫です。多分。あ、やっぱ、あと5回ぐらい。なんかやめ。バッチ当たりみたいになってること、入んな、そのとこに。ドボンなって！何が目的？何が目的これ。何が目的だから、バグ検証班みたいになってるよ。なんでじっとそこで折れんの？どんな気持ちなの？そのなんかじっと折る、ガチャガチャすんなって。いいって。なんだそれ、なんか、何の意味があんのそれに。じゃあ、ヤシロ君もやってみる。なんか意味があるかもしれへんやん。できひんのか。これなんか、できひんやん。ちょっと？もうなんか、草に邪魔されてるやん。そんなことある？プレイヤー関係ないやん、もうこれ。これでいいの？完全にわからへんけど、もうこれでいこうか。
なんでいけんねん。わかったわかった。調べるから、ちょっと壊れる。はい。はい、ありがとうございました。ゆいさんも、8000円。ちょっと待って、もうめっちゃ読むだけで今日終わっちゃうよ。ちょっとお金の話、ちょっとだけさせてほしいんけど、今日はすごいスーパーチャットが来るんですけど、普段の配信でも、たくさんね、スーパーチャットいただくことがあって、本当に感謝しか、ないんですけど、たくさんね、お金をいただいて、YouTube からね、収益もらって、すげえなーって思ってた時に、ヤシオくんのね、ところにね、ある4文字の言葉がね、浮かび上がってきたんですけど、それはね、確定申告ですね。計算をね、してたわけなんですよ。あ、これぐらいか、みたいな感じで計算してて、まあ、その計算が終わった後に、ガチャ代ですよね。ヤシオくんが2023年にガチャをしたお金、これね、ついでに計算したんですよ。そう。1年間でいくらガチャ課金したか。皆さん、自分のアカウントいくら課金したか覚えてますか？ちゃんと計算したって方、ちょっとコメントで教えてほしい。ヤシは脱税してるって聞いた方がやめろや。8万前後、0円、0円。あ、0円も多いね。10万ぐらい、15も。結構差ある。60万、6万、50万、12万、100、ちょ、ま、ディオさん127。全キャラ持ってへん。はい、じゃあ、ヤシロくん2023年、すべてのガチャ代金、トータルで、もう、これ、42万3540円です車買える。キモって言うな。いつもの喋り方と変わってないから、安心してね。誰が喋り方猫ミームや。ヤシヤシヤシ、ヤシ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 、ドゥンドゥドゥドゥ、ドゥドゥ、ハッピーハッピーハッ。なんかお前ふざけんな、お前なんかいたぞ、おい。おい、やめろ。あーからでも話題を広げられる配信者、ヤッシー。あー、でもいけるで。お任せて。あー、多いな。そんなあーばっか打って。あーの次は何？パーって打つな。なんやねん。あーの次はいいかうーって決まってんねん。パーもおかしいし、頭パーになったんかなみたいになるやん。あんって言うな。ハート打つな。ハート打つな。嵐コメントになってるやろ。おもんなって見えたわ。おい、おもんなとか言うな。何やってんのお前。アザールー、ありがたい、ありがたい、ありがアザールーみたいなね。あ、スパチャ返金できないんですよ。一般通貨適用型マコーラさん。こんにちは、ショートから来ました。初見です。じゃあ、マコーラに通貨されたらみんな多分死ぬと思うけどな。全員なんか灰になると思うけど。生き残ってるのは多分両面少なだけやな。テンさん、アヤさん、ガイア将軍さん、よろしくお願いします。あ、ガイア将軍やのにガイアじゃないの？ロッキーに1000万モラかけすぎかけすぎ。自己破産するぞ、そんなかけたら。いいんか、そんなんで、ベットして。うちのリスナーめっちゃ強いぞ、知らんぞ。そんな1000万もモラかけて、負けたどうすんねん。カイジみたいになるぞ。感動する人もいっぱい来るからな。舐めんなよ。ヤシも強いけど。誰取ったん？おい、誰やねん、これ取ったやつ。カンテツと申しますさん。ロッキーへのスパチャ320円すんなって。配信者以外のスパチャはするな。というわけで、しのぶちゃん放浪者フリーナで行きたいと思います。あ、でもいいんちゃう？だいぶいいんちゃう？はい、ちょっと待って、めっちゃ強くないか？40万出てる！えぐいえぐいえぐい。こんな強かったっけ？あれ？やばい、ボコボコや。え、みんなちょっと強すぎ。やばい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 。え？今一回知らんかった？ヤシロ君。え、さすがに強すぎん、ちょっと。え、多分な、過去最速に速い。一方的に殴ってた。貫突は強すぎた。やばい。ちょっと待って、もうこの時点でやばい。これがやばい。まずこれがやばい。しかも8号ってヤシロ君と同じぐらいや。え、なんでこんな差ついたん？どこで差ついたん？びっくりした。落ち引き貫突かと思った。やばい。そら、強い手だって。うわー、やばー。ちょ、待って、ちょ、一個一個見ようか。はい。はい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 。え、でも強いんじゃない？あ、でも強いんちゃう？はいはいはい。じゃ、防御力ちらつくけど。はい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 。え、でもリソースステータスちゃう？あー、なるほどね。なるほど、でもいい。めっちゃいいやん。はい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 。いや、まあ、白く200いってるんですけどね。めっちゃ強いやないか。え、これめっちゃ強いやん。え、これめっちゃいいやん。やばー！いくよー。それはいらんのちゃう？なんか、めっちゃ、いいな、かっこいいな、すごいな、で、これ。最後はみんなでさ、ええ感じで終わろうや、ちょっとかっこいい感じでさ、やらへん？なあ、聞いてへん？聞いてへん？全然聞いてへんな、こちら。マッシュはそれでいいの。傘しか見てへん。文字通り、傘っちっていうな、ガハハ言うてな。
何がおもんない。はい、というわけでね、今日の配信は以上になります。皆さんね、ご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録と高評価、低評価じゃないよ、高評価の方よろしくお願いいたします。というわけで、おつやっしーでした。皆さんありがとうございます。バイバーイ。